これからまたなんか新たにチャレンジしたいものとかありますか？あ、でもなんかすごく最近思ったのは、そのウィズビーとか男をこういう風に動かしたらすごく女子に人気が出るのにっていうことを考えるのが好きなんですよ、はい、だから2人に限らず、なんか6人ぐらいの男の子たちを育てたい。もう感覚は叶姉妹のお姉さんとほぼ一緒ですね高橋さんとかどうですか？高橋さんはもう育ってますはい、もう完成されてというか、もう高橋さんを育てる権利もないですわ。育ててくれないんですか？育てていいんですか？はい、ぜひお願いします何の会話いやもう十分もうかっこいいのでもうちょっとその未完成な男たちを6人ぐらい何か育てたいです。